なかった。見つけたぞ、優等生やれ。またお前か。I thought I just got done handling one of y'all, man. てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもない。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそれ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊ば。ねえ笠井、お腹減ったよ。景品同盟してんの。榊ばっかい。今日はこいつがお前の相手だ。してんの。こいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でもくれ。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ご飯。Last thing, go to the menu, sir. Man, you know what? Hold on. Oh, I got it.Didn't that shit just say guard break? Go ahead and do your little power up shit.I did not mean to do that. お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊ばボコボコにしてやれ。あれ、You know 何ポケットしてやがる。 He was a bitch like that. お腹が減った。ご飯の時間みたいだよ。え、お友達は帰っちゃったみたいだぞ。Bro, what the f- Oh. I was about to say.少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだところ。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ汚いところですけど。それで何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。
俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに、他に用がなければもう。明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろう。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。ここんとこ俺あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。そっちはどんな調子？半年前、端木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。沙織さん。お待ちしてました。こちらは美香さんです。八神です。少しいいかな？どうも。半年前に美香さんがついた客、この男で間違いない？うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。美香さんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、正野さんでしょ？そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。橋木さんが上司の悪口言って、それを正野さんが愛想笑いで聞いてて。例えばどんな悪口？全部木戸さんって人の悪口知ってる？アドデックナインって、認知症の新薬。え、ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん、木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか？詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの、とにかく
いろいろおいしい話ちらつかせて、だいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。ところで、半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん、店出た後、誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン、本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの。うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。そっか。事件のあった夜、ショーンの方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり翔野は橋木の話には興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が翔野と本当に話したかったのはそこだな。ええ。それで翔野はなんて？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん、絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって。なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだ。え？梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいいありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ。事務所まで送るよ。星野君たちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。
それがお前と沙織君で出した結論か。ええ、ハシキはアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか。僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでもハシキはそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すためにハシキは殺された。いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドデックナインの論文発表以来何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら人一人死んでもおかしくないです。問題は誰がハシキを殺したかです。直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレイン、それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ。俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか。その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に。ちょうど明日泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだ。いろいろ見えてきた気がするね。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。よう、黒岩に伝言頼まれたよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。え？お前がもしこのまま逮捕されたらその顔も見納めだと思ってよ。演技でもない。まあもし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配できたんだろう。ああ、もし行ったら無所に殺し屋を送り込んでやる。ふん、あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。
黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。警察はどんな証拠握ってる。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってるよ。Okay. お待ちしてました、八神さん。わざわざお出迎えか。私の顔を見せて、八神君を油断させたいんだって。泉田健二が。あいつ相変わらずだな、そういう小細工が好きなとこ。八神君は今日、何て言われてここに来たの？泉田健二が俺と話したがってんだろ。話によっちゃ俺に逮捕状を出すつもりとか。どうかな。そんな気楽な感じじゃないと思うよ。え？じゃあどんな感じ？例えば集団リンチでも始めるみたいな。おいおい、ちょっと頑張ってね。失礼します。八神さんをお連れしました。ご苦労さん。検事生までいるんだ。どうぞ。集団リンチか。あんた方はみんな検事さん。八神先生、黒岩刑事から聞いていると思いますが、新谷弁護士が殺害された件でお呼びしました。ただしこれは非公式な場です。まあお互い知らない仲じゃないですし、軽く雑談するつもりで。軽い雑談ね。でも俺はあんたが望むような話はできないよ。例えば俺が新谷を殺しましたとか、そういう話は特に。そもそも立証責任っていうのは検察にある。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのか、まずその根拠を聞かせてくれるかな。新谷先生が亡くなった夜、あなたは何をしていましたか、八神先生。質問に質問で返すのか。ずいぶん横暴なんじゃ。あなたに事件当時のアリバイはあるんですか。凶霊界のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで若頭の塩屋たちと会ってた。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。ではあなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか。俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。だからあなたに聞いてるんですよ。ちょっといいかな。森田健二生、お願いします。八神さん、あなたは新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。新谷さんは亡くなる前、創薬センターに電話をかけていらした。そのことを知ったあなたは間もなくセンターに押しかけて、木戸さんや庄野さんを問い詰めている。なぜそんなことを。新谷が何で殺されたのか、自分なりに調べようと思ったから。それは警察の仕事ですよね。
検察や警察には任せておけませんよ。よくトンチンカンの犯人を捕まえてますからね。まさに今の俺みたいに。なるほど。では犯人は別にいると？あなたはそれをこの場で説明できますか？俺はそのためにここに来たんです。ほう、それは頼もしい。検察があんまり頼りないもんで、おかげで苦労させられますよ。始めていいのかな？まあ、どうぞ始めてください。俺は新谷が殺された背景には大きな前提があると考えてます。ご存知の通り、まず1年前にアドデック9という新薬の論文が発表されました。アルツハイマーを治せるとして非常に期待されている。ところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前ある事件で殺されたことはあまり知られていない。センターの関係者が殺された？誰だ？創薬センター副所長の橋木徹。橋木は神室町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃され、その後路上に倒れていた。素手で暴行を受けており、病院に運ばれて3週間後に死亡。今も犯人は見つからずじまいです。検事はこの事件を。私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでした。ところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった。関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです。梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましたね。強霊会のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていた。ところがアドデック9の登場で計画はご破産。表に出ない大損失をかぶってしまった。その額1000億。何？そんな梶平にアドデック9を潰してみせると豪語していたのがこの橋木です。そして橋木は神室町で暴行を受ける直前、もう一人のセンター関係者と会っていた。店で橋木と飲んでいたのはアドデック9に深く関わっているこの人物です。泉田検事は見覚えがあるはずだ。彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった。生前の被害者枠という老人を見たと証言していた。覚えている。小野って研究員だ。ああ、そしてアドデック9の開発ユニットリーダーでもある。この小野に橋木はアドデック9の論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた。問題というのは？例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げ。そもそもアドデック9は創薬センターの閉鎖話が出た途端、突然センター長の軌道から発表されたものです。橋木はそれをできすぎと考え、裏をしつこく嗅ぎ回っていた。ただその動きはアドデック9に莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずです。じゃあ橋木は計画的に神室町で殴り殺された？よかった、そう考えるのは俺だけじゃなかった。
あなたもそう思ったわけですね、泉田健二。こうなるとアドデックナインの周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません？ここで新谷の話に戻ろうか。新谷も死の直前、創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした。そのことももしかしたらアドデックナインの闇に潜む誰かを刺激したかもしれない。そしてハシキ同様、邪魔者とみなされたっていうのはどうです？つまり俺が言いたいのは、アドデックナインを守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことです。もしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら、俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのか。そうだろ泉田。それでも今すぐ俺を逮捕したいんなら、その根拠を教えてくれ。あんたらには十分頭数が揃ってんだから。興味深い話ですね。大変興味深い。私たちが知らない情報もあった。よく調べられてますね。必要なら俺が持っている情報は全部渡します。相手は世間に支持されて今をときめくアドデックナインだ。その闇を調べるなんて一階の探偵には荷が重すぎます。泉田健二じゃなく、あなたとならうまくやれるかも。調子に乗るなよ八神。失礼、大事な電話だ。もしもし。そうですか。ええ、ご苦労様でした。それじゃ、実を言うと新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。これだけ言っても俺を逮捕するのか。逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ八神。新谷を殺したのはな、カムロ署の綾部だ。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しのホシだ。